こんにちは今回はですねちょっと経済学的に、まあ、正解ってのをねどういうことか考えてみようかと思いますまあ基本的に経済規模が広がっていくことがこの資本主義経済の中では正解と言われてますまあそういう時に GDP が一つの指標になるわけですよね GDP っていうのは誰かがお金を使った誰かがお金を稼いだこれ両方を計上して GDP になるわけですよですんで 商売が成り立って商品を有料で買っていただいたところに例えばそこに10万円の値がついたら10万円払った人と10万円を得た人が同時に存在するわけですよねだから20万円という GDP がそこに存在するわけなんですよでその20万円という GDP に対して次の経済計画とかそれから金利っていうのが生まれてその20万に関わらない人にまでその余波がいくわけなんですよねでこういうふうにして経済っていうのは 儲けている人と儲けてない人が、まあ、同時にこうね成り立っていくう仕組みができていくわけなんですけどもじゃあ仮にですねこの世の中が無料であふれていて誰も有料で物を売らない誰も有料で物を買わない事態が起きたらどういうことになるでしょう GDP はゼロってことになります GDP がゼロだとさすがに生活的弱者の方っていうかねまあ社会保障がなくちゃ生きていけない人は も,う何もももうう何らえなないことにっって日上がっちゃうんですよねだから一つの見方として金持ちが世の中を持たしているっていうところがあってで金持ちの生活を維持するために何らかの特権を与えてお金持ちがお金持ちであり続ける立場を守ることによってそのお金持ちからね多少のおこぼれを全体に広げていってみんなで結局生き残るっていう形が、まあ、資本主義経済の仕組みなのかなと思うんですよね。 でですので時に権力や利権っていうのは腐敗して自分を稼がせるためだけそして自分の稼ぎをよそに全然漏らさないようにするための特定利権が生まれちゃうんですよね。まあ、そうなると生活弱者に回ってくるところが少なくって二極化がどんどん進んでいき貧困に陥った人が二度と立ち上がれないような状態に要するに身分の固定化が行われてしまうのでそういう時にまあその大富豪の逆転現象っていうのが 求められて革命に繋がるのかなと思うんですよまあだからね今ねそういう時期に来てるのかもしれないなと思うんですよねある特定の人はもう金持ちになって安全派になっちゃったとで安全派になったら金持ち権行かせずに入っちゃったりとかするけどもでも今上り上司の人とかなんとかねチャンスを掴もうとしてる人はもう一歩で掴めるんだけども今一つうー自分の力が足りないっていう時に大衆の力を借りるんですよね大衆の力っていうのは結局は 浮かばれない人の力を借りるっていうエネルギーもしくはもうちょっとお金持ちの人に引き上げてもらうっていうまあそういう手法ですよね話がねややこしくなるんですけども結局は権力に組みして自分の権力のおこぼれをもらうかそれとも権力を持たない人と一緒に今の権力を持っている人を打倒していくのかによってまあ世の中がねこのまんまの状態を続けていくのか 全くく新しいい状態に入っていくのかっててののかかことが変わるのかなと思うんですよでテクノロジーが生まれた時ってのはそういうふうな時代の転換期がよく起きるんですけども、まあ、その情報発信が自由になったっていうのはその情報発信が自由にできるってことを生かして、まあ、こうやって在宅で暮らしてる人もいればね、まあ、自分の楽しみだけのために使う人もいてさまざ、あ、まなのかなと思うんですよ。 で、今、私はやっぱりね自分の言ってることがたくさんの人に伝える可能性があるこの YouTube などのインターネットの力っていうのは利用することによってまあ本当にね想像もしななかったような人生を進むことができるなっててことを体験してますね。でも今おそらく10代や20代の方はこういう暮らしが想像もしなかったことじゃなくておそらく。 一つの職業として捉えたら選択肢の一つに過ぎなくなってるんだと思うんですよ。まさに時代が変わったってことですよね。私たちの幼い頃とか10代の頃ってのは選択肢にそれがなかったんで想像もしないような生き方それが在宅で YouTuber ですよね、うん。ネットビジネスパソコン一台で何度かかんとかあれ想像もしなかったことです。でも今そういうのを現実にやってる人が多い中で これから社会に出ていく人は選択肢の一つに過ぎないという収入のあり方生き方の一つなんだろうなと思っちゃうんですよね、うん、これからますます想像もしないような生き方ってのが生まれてくるんでしょうねきっとね、うん、未来は希望に満ちてますねじゃあ望みを持ってこれからも暮らしていきましょういってらっしゃい